が中尾つぎ子と申します。今回は、ほのぼの一筆画としては定番の毎年この時期には何度も描いておりますので、見慣れた方もいらっしゃるかと思いますが、講座では人気の絵をご紹介いたします。私どもの生徒はこの辺りはもう、簡単に描くようになってまいりましたが、初心者の方いらっしゃったらね、ぜひ参考にしてください。とても簡単です。ペンテル の薄墨の筆ペンを使って今椿の輪郭を描いております。はい、唇のような下の花びらを描いて、花芯をこのようにちょっと筋を入れて、でも大胆に上に向かって花びらをこのように描いていけばね、こんな感じになります。で、色を塗るのもいいんですが、これ半紙ですのでにじみやすいから、今回はね、スタンプです。ちょんちょんちょんと、でちょっと調子に乗って色を濃くなっちゃいましたが、もう少し薄くってもよろしくてよ。はい、そして黄色って花芯を入れて、あとこれね、グリーンとかブルーとかミックスしながら椿独特の葉の色を出しております。ピンクっぽい椿ですが、ピンクの椿の花言葉は控えめな美とか慎み深いっていうのが、はい、花言葉になります。三歩後ろ歩く大和なでしこのイメージがピンクの椿にはございますね。はい、薄く控えめにするとこのような優しい感じになります。続いて、締め縄リースって楽しもうと思います。これら先ほどのも、これも後で描く羽子板、コマもはがき絵にねしていただくと立派な年賀状になりましたよ。はい、両面テープの内側なんかを使いまして円を描いて、前回からよく赤い椿描いておりますが、赤い椿は気取らない優美さっていうのが花言葉になりますし、はい、白い椿は完全なる美しさ、申し分のない魅力っていうのが花言葉になります。椿自体は繁栄を意味しますので、お正月にはとても良いお花です。はい、難点は福をなすというね花言葉になります。はい、椿の花芯のところをちょっと入れました。はい、上の方を、花粉の方を黄色でちょこちょこちょこっと入れていただくと雰囲気出ます。はい、そして軸をはわして何点も仕上げていきますが、しめ縄とかこういういろんなねリースが華やかに今も売られていたりいたします。お正月文化、日本にいる限りは大事にしたいと思いますが、いかがでしょうか。ちなみにしめ縄は邪悪なものを家の中に、入れないというね、そういう厄除けもございます。はい、そして松です。不老長寿、向上心っていうのがね花言葉になります。はい、そしてこのしめ縄のところを、黄土色でこのように編み込むようにね、順繰りに入れていくとこういう雰囲気になりますわ。はい、そしてちょっとねお紐をこのように垂らして、で、のしを入れると雰囲気出ますでしょう。年賀なんかの表書きにもいいかと思いますわ。はい、こんな感じです。続いてラスト、これも定番でよくいたしますが、羽子板ね書いてもいいんですが、このようにスパタリングしていただくと中に、ガシガシっていうのおめでたい言葉も入れることできて、絵を描くよりね楽かもしれないですわ。羽子板、厄除けとか無病息災の意味がありますが、女の子のねお守りとして健やかで美しい女の子に育つようにっていうね意味がございます。はい、
まあ昨今はね羽子板飾るお家も少なくなりましたが、まあ、最近はね100円ショップなんかでもなんかそれなりのもの売ってたり、まあ、かわいいのがねあったりいたします。はい、続いてコマですね。まあ、古代ギリシャでもあったようらしいなんですが、まあ、あの新年のね遊び道具なんですが、コマが回り続ける様がお金が回るとか物事が円滑に回るとかで、まあ、今ね書くですが、この芯のところですね、この芯が通ってまっすぐ通っているっていうことで意志を貫く、まあ、立派な大人に、男の子成長するようにっていう意味もあるようですね。はい、まあ、このようにちょっと年賀状だとメッセージ入れていただくと雰囲気出ます。はい、今回はとても、あっさりした感じの絵ですが、ピンクの椿とかしめ縄とか羽子板、いつものように描かせていただきました。まあ、何度も描いておりますが、また楽しんでください。ありがとうございます。